インデペンディエンテ・サンタフェはコロンビアの首都ボゴタを本拠地とするサッカークラブである。コロンビア国内では単にサンタフェとも呼ばれる。2020シーズンはカテゴリア・プリメーラ A に所属。カテゴリア・プリメーラ A 会最初年度の1948シーズンで優勝を遂げた。1948年のプロリーグ発足以来、一部リーグから 合格したことがない3クラブのうちの一つ。ホームスタジアムのエルカンピンは、ミジョナリオスと共要している。1941年2月28日、ボゴタで法学を学ぶ学生たちによって、インデペンディエンテサンタフェは創設された。初年度にボゴタスポーツ協会リーグで準優勝を果たすと、翌1942年には、イングランド人のジャック・グリーンウェル監督のもと、 全国選手権の創設前における主要タイトルであったリーがクンディナマルカで準優勝という栄誉を獲得した。1948年に創設された国内プロサッカーリーグに初年度から参加し、初代王者に輝いた。以来、一度も一部リーグから降格したことがない。2019シーズン終了までに9回の優勝を記録。 コパリベルタドーレスには1961年に初出場を果たしベスト4に進出した。同大会には2018年までに2回出場しており、最高位は1961年と2013年のベスト4である。スタジアムの南側にジンドルサポーターサンタフェは、ボゴタ市内に多くのファンを抱えるだけでなく、コロンビア各地に多くのファンが存在する。 1990年代後半、ラグアルディア RB コールロハスルというサポーターグループが結成された。彼らはサポーター主導で組織されたコロンビア初。グアルディアはスタジアムの一角を埋めてチームを鼓舞する雰囲気を生み出しており、選手がピッチに入った際の壮大な孤児行動は注目に値する。2005年にはエルカンピンで彼らがジンドル南端部の半分を覆う。 ことのできる、幅350メートル、高さ38メートルの世界最大のフラッグが制作された。グアルディアのメンバーの多くは、コロンビアの他都市で行われる、アウェーゲームにもバスで駆けつける。同じボゴタを本拠地とするミジョナリオスとの対戦は、クラシコカピタリーノ、またはクラシコボゴターノと呼ばれる。最初の対戦は1942年のリーガ、クンディナマルカゲ、 ミジョナリオスが4から1で勝利した。プロリーグでの最初の対戦は1948年9月19日で、サンタフェが5の3で勝利した。エスタディオネメシオカマーチョ36,343人収容のエルカンピンをホームスタジアムとしている。サンタフェがエルカンピンをホームスタジアムとして使用し始めたのは1951年。サンタフェのサポーターは、 伝統的に、スタジアムの最南端部に陣取る傾向がある。ありがとうございます。